大島市長は、鹿児島県の出先機関である、奄見市なぜ長田町に、市庁舎を置く。第二次世界大戦終戦後、1946年から1953年までは、鹿児島県の管轄から離れ、アメリカ合衆国統治下の行政組織となっており、1946年には、北緯30度以南の鹿児島県の区域の行政権を継承した。 南西諸島米国海軍軍政府監督下の組織としての大島市長が存在した。管轄地域は奄美群島全域。奄美大島南部、喜界島、徳之島、沖野選部島、与論島は市長の出先機関が管轄する。1885年に大乗官たちにより、鹿児島県金久市長として設置され、大島島町への解消を経て、 大島市長となった。1945年の太平洋戦争敗戦に伴い北緯30度以南の大日本帝国政府の行政権及び司法権が停止された。これにより、1946年3月16日に北緯30度以南の鹿児島県の区域にある大日本帝国政府及び鹿児島県の行政権を継承し、 南西諸島米国海軍軍政府監督下の行政官庁である大島市長となった。米国統治下では、臨時北部南西諸島政庁、奄美群島政府、琉球政府奄美地方丁を経て、1953年の日本本土復帰の際に再び、鹿児島県大島市長となり、現在に至る。2007年3月31日までは、本庁企画部に属していたが、 同年4月1日の出先機関再編により、本庁の部と同格の組織として独立した。発足当初より、出先機関の中では、権限が強く、県庁並みの事務を行うことができ、またそのトップである市町長は、企画部出先の頃から、本庁の部長と同格であった。なお同じ、建物内に、大島教育事務所も入所している。ありがとうございます。